久保田紀美子は日本の政治家。全員山口県宇部市長。東京都渋谷区出身。東京都立青山高等学校を経て、1978年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、ドイツのミュンヘンで1年間学ぶ。1980年に帰国後は民間企業に勤務。1990年11月に夫の故郷である宇部市にアイターン。 1995年山口大学大学院経済学研究科修士、家庭修了。1995年4月、上市議会議員に初当選。1999年4月、山口県議会議員に無所属で立候補。得票数トップで初当選した。2007年4月、3期目の当選を果たす。県議時代は申請クラブに所属。 同じ会派の議員としては、中尾智明、木村健一郎らがいた。2009年6月28日に行われた、上市長選挙に立候補し、日本共産党公認の後藤博氏、無所属の中塚佐正彦らを破り初当選。7月18日に市長に就任し、山口県内では初の女性市長となった。2013年6月23日に行われた、 市長選で自由民主党山口県支部連合会の推薦を受けた元上部市職員の木藤昭人を破り再選。2017年7月2日告示の市長選挙を前に自由民主党に入党し、7月9日執行の市長選挙で無投票により参戦。2020年10月15日、8月後半からの体調不良や10月に入ってからのリハビリ中の 骨折により治療は長期にわたると診断されたことで姿勢の停滞は許されないと判断し市議会議長に辞職願いを提出同月22日の市議会連次議会で辞職が全会一致で同意され同日付で辞職となった。久保田は後継の市長候補を指名をしなかった一方11月15日に告示された上市長選挙には 同市政策広報室長の持月智子が、久保田市政の後継者として立候補。11月22日に行われた投開票の結果、持月は前、山口県議会議員の篠崎刑事に敗れた。ありがとうございます。